今日も水は若干濁りが入ってる。お、カメカメ池の入り口のとこには1名バサーの方がいます。でも今の時間はね、もうルアーじゃ釣れないから、まあ時期に嫌になってどっか他に移動するでしょう。そしたらそこに入りましょう。それまではちょっとこの辺をね、こう岸を探索しながら見えバスでも探してみますか。カメカメ池の中の方は濁ってるね。やっぱね、一回濁っちゃうとなかなか濁りが取れないんだね。バサーの方は満足したか。じゃあ今度は私があそこに入りましょう、ね。まあ今の時間はね、ルアーじゃね、何百頭しても食ってこないんだけどね。夕方じゃないと餌だって釣るの結構難しいからな、ここな。でもね、見えバスがいないとやっぱ釣れねえからな。ちょっと見えバス探してみるか。知ってる。カメか。また子ガメか。カメっぽいな。
なんかかかった、濁いだな、濁いだ、チキショウ、白ギスなら嬉しいサイズだよ。濁いだ、ガクガクしてやがる、ほら本当に濁いだ。今年はあの辺濁いしかいねえな、クソ。さっきめっちゃ大きい、がバスっぽい。ほら、ほら、引き引き、ほらはバスだ。あ、まあまあの方。よしよしよし。こっち来い、こっち来い、ほら。ほら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 。あ、どっちがいいの？よしよしよし。お、お、よし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 。ほらほら。あ、そっち行くな、そっち行くな。よしよしよし。まあいい方だ、いい方だ。よしよしよし。ちょっと疲れさせてな、こっちの。あ、そっち行くな。うわ、すごい勢いでそっちに来やがる。あ、中入っちゃう。あ、入っちゃった。あ、取れた。くっそ、ああ、やられちゃったよ。くそ、結構いい方だったな。針が外れたか、チキショウ。またなんかかかった。濁いだろ今度。一匹でもなんかヒューヒュー言ってる。ヒューヒュー言ってやがるよ。でも何これ、バス濁いんじゃない？バスっぽいな。あ、バスっぽい。今度はあんまり大きくない。ほら。あんまり大きくないって言っても、まあまあの方か。ほら。ほら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 。よし、今度はバラさないように。さっきのより全然小さいな、でもな。ほら。あ、またそっち行く。ほら。あ、まあ食い黒サイズだ。よしよしよし、ほら。ほらほらほら。ほら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 。よし、疲れただ。疲れただろ、ほら。お前疲れただろ、ほら。え？もう疲れただろ。よし、疲れてるよ、ほら。よしよし、疲れた、疲れた。よし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 。じゃあ、玉入れコーナーまで持ってきましょう。ほら、来い、こっち。よし、これを守備よく上げられれば、今日の仕事終わりにできるよ。いや、よかったよかった。よかったよかったっていうか、まだな。油断禁物だからな。ほら、こっち来い、こっち来い。ほら、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 ほら。でも、もうだいぶ疲れたな。さっきのあの、なんか気持ち半分って感じだな。さっきの結構でかかったよ。よし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 。玉入れの準備しましょう。よし、ほら、お、ほら、煩悩の鐘が鳴ってるよ、お前。お、よよ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 よ、こっち来い、ほら。こっからふにゃふにゃだからよ。来いよ、来いよ。そら、入った、入りましたって。お、まあまあの方だ。まあまあ、さっきのよりは小さいけど、でもこのぐらいなら食い頃だよ。って言ってもね、これね、結構ね、40近いかもしんない。37、8、やりました。はい、じゃあ。お前は俺と一緒に、我がマハラジャに帰ろうな。はい、それで今回持ち帰った釣果はこのブラックバス一匹です。いやー、なんとか釣れてよかったよ。最後の最後に釣れましたね。その直前にね、でっかいやつバラしちゃって、ちょっとがっくり来たんだけど、すぐに次のがね、これがかかって、それで、なんとかゲットできてよかったですよ。で、これな、一応大きさ測ってみますか。多分ね、35センチぐらいだよ。まあ一応な、測ってみましょう。こうね、メジャーを当ててみます。こうな、ほら、こう、ずっと、これで、ずーっと来るとほら、ね、36.5 ぐらいだね。36.5 センチのブラックバスでした。それで今日はこのブラックバスをどんな料理にしてやろうかなって思うんだけど、当家にはほれ、例の化学兵器のコレクションがあるんだろう。お手軽調味料。あれの中からな、今回はこれを使ってみようと思うんだよ。ほら、
出た、ジャークバス。バス肉にまぶして焼くだけな、お手軽だろ。またまた SB さんだよ。サンバード、サンバードさんだよ、ありがとう。ってな、もうこの裏に絶対作り方は書いてあるよ、ほらな、書いてあります。バス肉1枚 250g、まあ、1枚 250g っていうのはちょっと無理かもしんないね。3枚におろして両側の身で多分250ぐらいかな、そのぐらいだと思います。それでな、その肉をだよ、あ、こうフォークで持って穴開けて本品をまぶして適当な時間なじませてから焼けば出来上がり。お手軽だね。それであれ、賞味期限な、懸案の賞味期限、ほら2018年3月31日って書いてあるよ。まだ全然切れてないんじゃん。なんでって、だってお前これここ見てみ、ほれ令和2018年だぞ。おい、今年は令和何年、2年だよ令和。ってことは、あと2016年あんの、マジかよ。令和ってそんなに続くんだ。今の天皇陛下ってそんな長生きするわけねえよな。ってことは、あ、そうか、この先いつか国会でもってもうこれ以上元号は変えねえよって、そういうふうに予想したんだな。大胆な予想だな。おいサンバード君、そんなことしていいの。まあその話はもうここまでにしといてな。それでじゃあ今回はな、このブラックバスをとにかくまたいつものように3枚おろしにしてから使うことにしましょう。それではまず最初に鱗を取り去りましょう。でな、なんで後で皮を引くのに鱗取んなきゃいけねえのっていうのはもう皆さん知ってるよね。我々素人がこう魚をさばくときには鱗が邪魔になるんでな、胃の一番に鱗取った方がその後の作業が格段に楽になるんだよね。鱗が取れたら次は頭を落として内臓を取り去りましょう。はい、このように胴体から頭と内臓が切り離れました。そしたらこの頭と内臓の方は廃棄しましょう。それで今回もちょっとお腹の中を拝見しますか。オスかなメスかな。お、オスだ。まだそれも未発達な白子が入ってますね。これからこの白子が多分大きくなって、それで産卵行動に入るんだろうね。まだまだ随分先じゃないかな、こいつが産卵行動に入るのは。じゃあね、この切断面についてる血を流水で洗い流しましょう。はい、切断面がこのようにきれいになりました。そうしたらいつもの説明だよ、いつもの説明の時間になりました。いつもの説明っていうのはこれだよな、これ、お腹の中のこの膜、これは浮き袋の膜だよね。でこの膜をこの調理バサミで切り裂いてみると、ほら出てくるのはブリ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 っとしたこの臭い油、浮き袋の付け根についてるこの油な、油なんだよこれ、ほら油ね、結構ついてるよね今回のもね。これが臭いんですよバスは。油はこの部分にね、とにかくまとまってついてるから、ブラックバスっていうのは。だからこれを取らなきゃいけないんだけど、今回も三枚おろしにするときこのあばら骨をすき取るよな。そうすると必然的にこの油も取ってしまうことになります。それでは三枚おろしの工程に進むことにしましょう。
ここまでできたら、我々素人はこのあばら骨を切り離すときな、この時は調理バサミだよな。これを使えばとにかく怪我しないで安全に作業ができるからな。はい、これで2枚おろしになりました。そしたらこの背骨のついてる側、こちら側も同じようにやって3枚おろしを完成させましょう。はい、このように3枚おろしになりました。そしたらこの背骨の部分、ここはね廃棄しましょう。そしたら次はこのあばら骨、あばら骨をすき取っていくことにしましょう。はい、これであばら骨がすき取れました。それとともにほら、このあばら骨の上についてる臭い油、ブリブリっとしたやつな、これも取り去ってしまうことになります。次はこのぐらいちょっと幅の広いバスはですね、先にこの血合い骨の部分を取ってしまった方がいいと思います。そうしましたら次は皮を引いていきましょう。皮を引くときにはこのような刃渡りが長くて刃の薄い刃物、こういうのを使うとうまく引くことができます。このように皮の端をつかんだら、刃物を進めるとともに皮の方を引っ張るようにするとうまく引くことができますよ。はい、これで皮が引けました。はい、これで半身分、まず半身分の皮が引けました。そうしましたらね、このお腹の端の部分、こっちは腹側だけどね、腹側のね、このお腹の端の部分、この辺にね、結構ね、油がついてんですよ、この辺。それと背中側、背中側もね、ほら、このね、ヒレの骨が入ってる部分っていうのかな、この辺にね、結構ね、脂身がね、ついてるんですよ。これはね、取り去った方がいいと思います。小さいバスね、そうだな、25センチぐらいのバスだったらここは取り去らなくてもいいんだけど、まあね、今回のはね、35超えてたからね、30センチを超えたあたりからはこの部分は取り去った方がいいと思います。はい、このように1匹のバスが食材として使える状態になりました。皮もない、骨もない、臭い油もついていません。でな、今回ジャークバスにするにはちょっとこれ細長すぎるような気がすんで、そうだな、半分に切りますか。まあこんなことで。そうしたらこっから先の調理はこのジャークバスの作り方に書いてあるこの手順に従って作ってきゃいいんでな、いちいち検探隊の動画で紹介しなくてもいいと思います。もし気になる方はサンバード SB な、こっちのホームページに行けば多分書いてあると思うんで、サンバードのホームページの方で見てください。ということで、そろそろ晩酌の会場に移動することにいたしましょう。はい、晩酌の会場にやってまいりました。こちらでございます。見てください、ジャークバスにてございます。ほう、これがジャークバスかのみたいな感じなんだけど、私にはなんかただのバスのムニエルにしか見えねえんだけど、まあ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 、まあ、いいわな。それでは早速食ってみましょうな。でもほら、近くで見るとなんかうまそうにも見えなくもないな。ジャークバス、
じゃあ食ってみましょうって、そういう意味か。じゃねえよな。じゃあな、今日はな、これはな、メリケンの料理だろう、どうせな。だよな、ジャークバスっていうのは、まあ、ビーフジャーキーとか、ああいうののジャークなんだろ。だからよ、な、メリケンの料理だと思う。だから、今日はな、このマスタードな、これをかけて。マスタードっていうのは、こう、和がらしと違って、まあ、洋がらしだからな。だから、辛くないんだよな、確かな。辛くないの、これ。ね。お酢を使って、なんか、洋がらしをこう溶いたもので、な、溶いたものっていうの。ほら、切る。だっと、まあ、いつもの癖でドヤがけしちゃったよ。でもこれ、辛くないから、本当に。辛くないんだよな。じゃあな、どっから行くかっていうと、どっから行くか。一番うまそうな、これか、やっぱ。これ。な、これ。ほら、これ。背の身の一番こう熱いとこ、これな、行かせていただきます。いきます。あ、なかなかね、うまい。うん、うまい。さすが。え、おい、サンバード、さすが、うまいよ。え、バス用の調味料、さすが開発してるだけのことあるな。それにこのね、マスタード合うね。マスタード合います。うん、うまい、うまい、うん、うん。じゃあな、これな、これもう一口ガブッといかせていただきます。よし。うん、なかなかいいよこれ。うん、うん、いいぞ。今回のもね、こう酒の魚にもいいけど、ご飯のおかずにもいいなって感じ。これでもってね、半分だからね、ちょうど半身分ですからね。あと半分あるからよ、あと倍あるっていうのはこれのな。すごいでしょ。じゃあ今度は腹の方、ここな、懸案のここ、この薄いのな、小腹。一番ここがまあ臭ければ臭いっていうとこだけど、私がさばいてるから臭くはないと思う。いきます。うん、臭くはない、全然臭くないよ。うん、うまい。うん、いいね。うん、マスタードが合うよ。うん、なかなか。袋の絵にはトマトケチャップが書いてあったけど、やっぱメリケンだったらマスタードだろうって感じだよね。じゃあな、この半分もいただきます。うん、うまい、うまい、うまい。じゃあな、ちょっと怪しかったけど、非常に美味しいジャークバスを2切れちょこちょこっと食ったとこで、ここらでお酒といきましょう。お酒とくればメリケンだから、今日はバーボンだぞって感じで。見てくれ、これほら、高級バーボンが3密してるよ。え、これだぞ、これ、これ、な、ジャック・ダニエルズのシナトラセレクションだぞ。それとワイルドターキーの8年もあと、アイダブルハーパーな、これ全部いただき物なんだけどな。3密はしてるんだけど、3密ここでな、こうやって。でもちょっと悲しいのがあるんだよ、これな。ほら、あ、なにこれ、入ってんのみたいな、みたいな感じで、こっち、あ、これはまあちょっと許せるか。うーん、ギリギリのとこな、ギリギリだよ。でこれすごい高級なんだけど、これもあーみたいな感じで、みんなこれもらいもんで、もうな、ちびちびしみだれ状態で飲んでたんだけど、ついにこうなっちゃったよな。3密なんだけど3からになっちゃいそうでな。今日はな、こいつらをだな、このまたまた、これもいただき物、視聴者の方からいただきました、アメリカ在住のな、このほら見てくれよ、このショットグラスな、メリケンの大統領の顔写真が全員様ここにこうはーって入ってんだよ。すげえだろ。現大統領の顔もあるんだよ、ほらほらほらな、現大統領な、すげえだろ。じゃあこれをな、これでな、これでこれをいただきます。まずはこれからいくか、一番この悲しいやつからな。うおー、ああ、まあ、こんなもんでいいわ、こんなもんで。うわ、残ったって感じで。じゃあいただきます。ああ、残り少なくてもアイダブルハーパーはアイダブルハーパーだ、うまいわれたーす。じゃあな、次はな、ワイルドターキー行くぜ。おしょしょしょ、これはまあな、少し重めに合成に、次でな。じゃあいただきます。おう、これはワイルドターキーだよ、やっぱうまいっす。じゃあな、次はこれ、ジャック・ダニエルズシナトラセレクション、これ高えんだよな、これをな、いただきます、これな。おしゃ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 、うーおしゃ、おい、おー、まだ残ってるぜ。じゃあな、いただきます。最
にてございます。あたすあたすあたす。いやー、こんな高級なバーボンが3密できるなんて、あたしゃ幸せっていうか、これ全部もらいもんだからな、本当にな、全部もらいもんなんだよな。でも今夜3からになっちゃうかもしんないから、ちょっと悲しいんだけどな。でもよ、何年か後にこの動画見た時、え、3密って何、わかんないってなっちゃうよな。3密なんて今しかない言葉だもんな。その時にはよ、2020年新型コロナ3密って検索してもらえばすぐにわかるわ。だよな。